ですね、ちょうど志教育の皆さんね、子供さんを育てられていい教育に生まれて、育んでいただいて、大切な大切な宝をこれから育てていっていただいて、そういう意味を込めて育てるという字、教育の育という字を書かせていただきました。本日は暑い中どうもありがとうございました。